しいや。ロシアはヘタリアシリーズの主要キャラクターの一人です。ロシアはシャイで優しい性格で、とてもユニークな声を持っています。ロシアの声を担当するのは1980年代にデビューしたベテラン声優の高戸康弘さんです。自由って素晴らしいっていうことをこちらじゃこちら、あ、こっちか、はい、自由って素晴らしいっていうことを言ってた、はい、小西さんも ね、そう、そうそう、安本くんと二人で遊んで、あ、そうそう、彼の最初の主要な役でのデビューの一つはアニメ美少女戦士セーラームーンシリーズのアルテミス役です。それ以来彼は多くの役割を果たしてきましたが、ここでは聞く価値のある役割のいくつかを紹介します。あいのやいの、わー、科学か、みんな流行についていけてすごいな。科学に機械、農業国家の僕には関係ないよね。ヘタリア、ロシア。お父様君ね、何かの間違いじゃ。第一、僕はまだ違うよルナ、これは何かの間違いだ。美少女戦士セーラームーンアルテミス。ジャスト、このおっさん食べちゃっていい？鋼の錬金術師グラトニ。生き返った、やっぱり外は気持ちいいな。やっと落ち着いた。右よし、左よし。ワンピースベポ。なんか小顔になった、やめら。知らねえなら教えてやるや。ワンピースワンゼ。さっさと行きな、ミスウェンズデ。ミスターマイ結構いい男だろ、バイバイベイベー。ワンピース MR9。 ガーッガー。ワンピースストロングワールドビリー。そこでこちらから積極的に狩りに出ようと思う。ハンターサイトで入手したノストラードの構成員の顔写真を渡すから、頭に叩き込んでくれ。ハンター X ハンターシャルナーク。それならいっそここで私の教師論を聞いて今後の糧としたい。お茶を入れ、飲んでちょ。僕のヒーローアカデミアネズ。落ち着いて物事を違う角度から見てみると。ゾンビランドサガロメロ。チッ、俺は試合会場のゴミ拾いみたいなもんか。しょうがねえな。ドラゴンボール界グルド。いくらバーン様がそう言われても、もう後には引けないもん。ドラゴンクエスト大の大冒険ゴロア。カズイバースカーク。機動戦士ガンダムシードロメロパル。待ってください、本館の後方300に進行する熱源、いつの間に。機動戦士ガンダムシードカズイバスカーク。彼はアニメキャラクターの声を担当するだけでなく、いくつかの特撮作品にも出演しています。動物戦隊獣王者ジャシンガー。仮面ライダー W スミロドンドーパント。生き延びられた者はいない、終わりだ。マシン戦隊キラメージャーイクランチュラ。高戸康弘のキャラクターや特撮は他にもたくさんありますが、今回はここでやめておきます。見逃した高戸康弘のお気に入りのキャラクターについて下のコメント欄からお知らせください。他の人には出せない独特の子供の声を持った才能ある声優です。いつもお付き合いいただきありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。